ガズデン市中心部前景右、アラバマ州における、エトワ軍の位置左、エトワ軍におけるガズデンの地域。ガズデンは、アメリカ合衆国アラバマ州北東部に位置する都市。バーミングハムの北東約 100km に位置する。同州エトワ軍の軍庁所在地である。人口は36,856人。エトワ軍一軍のみからなる都市圏は104,430人の、 人口を抱えている。今日のガズデンの起源は、ネイティブアメリカンと白人入植者、ジョン・ライリーらが1825年頃、合同で創設したダブルスプリングスという村であった。1845年、ジェームズ・ラファティがシンシナティで建造された蒸気船空作号でこの地に降り立つと、ダブルスプリングスの住民はこの船長の名を冠して、 ラファティズ・ランディングに解明することを申し出たが、ラファティはその申し出を断った。村はその後、ジェームズ・ガズデンの名を取って、ガズデンに解明された。ガズデンの長官図19世紀後半に入ると、ガズデンは、加工の町として発展し始めた。1867年には、リカーブ軍から分割された、ベインズ軍の、そしてその後を引き継いだ、エトワ軍の軍長がガズデンに置かれた。 20世紀初頭には、リパブリックスチールや、ガルフステーツスチール、グッドイヤータイヤラバーの工場が、次々とガズデンに置かれ、ガズデンは、工業都市として栄えた。第二次世界大戦中には、ガズデンには、軍需工場が置かれ、1600万発以上の砲弾を、生産した。しかし1970年代から1980年代に、入ると、 ガズデンの地域経済を支えていた重工業は、次々と町を去り、ガズデンは、錆びれていった。市北部のノッカルラダキガズデンは、北緯34度、0部36秒、西形86度、0部37秒、アパラーチア山脈南陸のカンバーランド大地上に位置し、市街地は、アラバマ川の支流であるクルサ川の北西岸に、広がっている。バーミングハムからは北東へ、 1> 約1 0 0トル、チャタヌーガからは南西へ、約1 4 0トル、アトランタからは西北西へ、約1 6 0トルである。地域面積は93.2平方キロメートル、市中心部の標高は165メートルである。気候は四季がはっきりしており、暑い夏と肌寒い冬、おおむね過ごしやすい春、秋に特徴を付けられる。 最も暑い7月の平均気温は摂氏26.5度、最高気温の平均は摂氏32度で、日中は摂氏30度を超える日が多い。最も寒い1月の平均気温は摂氏5度、最低気温の平均は氷点下摂氏0.8度で、月の半分は最低気温が氷点下に下がる。降水量は、 冬から春先にかけてやや多いもののほぼ一定で、月間80から150ミリメートル、年間約1370ミリメートルである。欠片の気候区分では、ガズゲンは、アメリカ合衆国先海岸や南部に広く分布している温暖湿潤気候に属する。ガズゲンに、最も近い商業空港は、市中心部から南東へ、約95キロメートル、バーミングハムの東に立地する。 バーミングハムシャトルズワース国際空港である。ガズデンにも、市中心部の南西約7キロメートルに、ノースイーストアラバマ地域空港があるが、こちらは、ゼネラルアビエーションと呼ばれる、もっぱら自家用機やチャーター機の発着に用いられる規模の小さい空港で、定期旅客便は就航していない。ガズデンの西には、週間高速道路 I-59 が南西北東に通っており、 バーミングハムやチャタヌーガと結ばれている。I-59 の支線である I-759 はガズデン市街地と I-59 本線とを結ぶもので市南部をバイパスして空阪は対岸のイーストガズデンへと通じている。市内の街路は中心部でこそ比較的整然と区画されているが周辺では平地が少なく起伏に富んでいる地形や 空砂側の蛇行のため入り組んでいる。以下にガズ電子における1880年から2010年までの人口水位をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。